AK-47、AK-47 AK とは、ミハイル・カラシニコフが設計し、1949年にソビート連邦軍が正式採用した自動小銃である。実戦の過酷な使用環境や、戦時下の劣悪な生産施設での生産可能性を考慮し、部品の交差が大きく取られ、卓越した信頼性と耐久性、及び高い生産性を実現した。 この特性から、本銃はソビエト連邦のみならず、全世界に普及した。基本設計から半世紀以上を経た今日においても、本銃とその派生型は、砂漠やジャングル、極地など、あらゆる世界の地帯における軍隊や武装勢力の兵士にとって、最も信頼される基本装備になり、世界で最も多く使われた軍用銃として、ギネス世界記録に登録されている。 本記事では、直接の改良型であるアカム、その他 7.62X39mm 弾を用いるシリーズ製品、および各国で生産されたモデルについても記述する。もともと赤軍戦車兵だったミハイル・カラシニコフは、不傷入院中に重機設計への関心を強め、1942年から消火器設計に関わる。1940年代中頃、 カラシニコフを含む複数の設計者は火薬量を抑え反動を軽減した中間弾薬の一種である新型弾薬 7.62EX39mm 弾を用いるセミオートマチックカービンの設計に着手。最終的にセルゲイ・シモノフの設計案が指示され、1945年に SK スカービンとして採用された。この時、ソ連当局では並行し、 ナチスドイツが独組戦において投入した STG44 と同種のアサルトラフル開発を計画。最有力候補は短期艦銃の設計者として著名なアレクセイスダイフが手掛けた突撃銃だったがスダイフの死去により頓挫。他にも様々な設計案が出たが戦後1946年カラシニコフの AK-46 設計案が最初の審査に合格。さらに1年を費やし改良。1948年に最優秀設計案として限定先行量産が決定。そして軍での試験運用を経て、1949年、ついにソビエト連邦軍の主力小銃として正式採用。戦車兵だったカラシニコフは設計の専門教育を受けていなかったため、 AK-47 設計の際も正しい設計図面を描けなかった。彼に代わって図面を描いたのは後に妻となる女性技師エカテリーナ・ビクトロブナ・モイセーエフエカテリーナ・ビクトラボナ・モイセエカテリーナ・ビクトラボナ・モイセバであった。当初の正式名称は 7.62mm アフトマートカラシニコバであり、AK-47 の故障は後にいくつもの改良型が登場したため、 それらと区別するためであった。AK は s t g 4 4の基本概念を直接継承した製品で、レイアウトにも共通点があるが、閉鎖・撃発機構には、米国の M1 カービンなどからの影響を受け、その基本構造も独自のものである。AK は s t g 4 4と同様に、ロングストロークガスピストン方式を用い、 重心状にガスピストンを位置させた設計を継承し、長いバナナ型断層とピストルグリップを持つ共通した設計で構成されていい。ボルトを解放、後退させるボルトキャリアはガスピストンと一体化したデザインであり、ボルトと一緒に前後動する操縦量の大きさから命中精度は悪影響を受けているが、他方でその完成力と相まって、 泥汚れなどにも耐える確実な作動性を実現している。さらに、重心と薬室の内部、ガスピストン、ガスシリンダー内部には、耐腐食性、耐摩耗性に優れたクロムでッキされ、腐食や摩耗を抑えている。ボルトは、ボルトキャリア内側の噛む行によって、その前後度とともに、約35度回転させられ、ボルト先端の突起が、重心基部の切り欠きと、緩合。 解除することで、薬室の閉鎖、解除を行う。ボルトキャリアを前進させる、リコイルスプリングは後方に位置し、分解時に飛び出して紛失することを防ぐため、ワイヤーを折り曲げたストッパーを内蔵させて、一定の長さ上に伸びないよう工夫されている。激発機構は大きく、余裕を持ったレシーバー、機関部内の空間に位置し、泥が侵入しても動作に支障が起きが太陽。 設計されている。ハンマー、撃鉄などを動作させるスプリングは、極寒の北極圏から灼熱の砂漠地帯まで変化に富んだソ連全域で使用できるよう、MG42 を参考に2本のピアノ線をひねったものが使用されている。レシーバー右側面には、ダストカバーを兼ねた大型のセーフティレバー圏セレクターがあり、カバーを閉じた状態は安全位置となり、 引き金がロックされ発射できなくなるほか、ボルトも不完全な位置までしか交代できなくなる。セーフティの解除には右手をグリップから離して親指を使って押し下げる操作が必要であり、解除の次は全自動位置となり、さらに押し下げると半自動位置となるが、グリップから手を離さずにすべての操作が可能な欧米諸国のアサルトライフルに比べてセーフティ解除から発射まで時間がかかり、 操作の際に大きな金属音が出る弱点がある。AK から派生したイスラエル製のガリルはセレクターと連結したレバーをレシーバー左側面にも設けてある。重心と重心基部の接合は AK-47 ではねじ込み固定とされていたがアカムでは重心を圧入した後に一本のピンで固定する方法に改められ中国製の56式自動不槍などでは ほとんどすべてがアカムと同じ固定方法を用いている。重心途中にはガスポートがうがたれ、ガスシリンダーを取り外すと肉眼で目視できるため、作戦行動中にガスポートが詰まってしまっても、兵士が自力での対応も可能である。リアサイト、消耗はボルトアクション式小銃と同様のタンジェントサイトと呼ばれる種類である。横方向への修正は専用工具で、 フロントサイト、照勢を調節して行う、M16 などの上下左右に微調整できる、ピープサイトに比べて、照準時の精度は低く、使用時の微調整が困難だが、視界が広く、素早く照準を合わせられる利点がある。射程は800メートルまで対応している。カラシニコフは、設計にあたって、開発当時、専門教育、 高等教育を受けていない新兵たちにも取り扱いが容易なように彼らの気持ちになって様々な工夫をしたと述べている。AKK ライフルは基本設計が優れていたため改良されながら50年以上世界の紛争地域で使われ続けている。初期型のものも 7.62EX39mm 弾の対重威力が非常に大きいことから 特に接近線の多い紫外線などで現役で多用されている。また、東側各国でライセンス生産や模造品の生産が行われ、種類は多岐にわたる。報道等ではいずれも区別せず、AK-47 や EK と総称されることも多い。AK-47 は 7.62X39mm の光景を持つ銃で、 実砲はバナナ型と言われることもある30発入りの箱型弾装または75発入りのドラム型弾装に収められている。一度弾を込めて発射すると発射時に発生する高圧ガスを重工手前から引き込んで重いピストンボルトキャリアを後方に押し下げ再び前進する際に次の弾を薬室へ押し出し自動的に再装填するようになっている。この射撃と相談を 連続的に行うことにより連射が可能となり、AK-47 は1分間に600発以上の速度で射撃ができる。重傷内にメンテナンス器具が収納かバットプレート中央に蓋がついている。AK-47 専用銃剣として 6KH2 が採用された。SVT-40 に使われていた M1940 銃剣の改良型である。 銃本体には銃剣取り付け用のラグがないため、マズルプロテクターの段差とバレルを利用して固定する。AK-47 は当初、機密扱いの武器であったため、兵士は大いをかぶせて持ち運んでいた。西側では、AK-47 を生産時期と特徴から、I 型から E 型までの3種に分類している。銃本体の重量は各型によって異なり、 I 型が 4085g、E 型が 4125g、E 型が 3900g となっている。当初の製造は、イジェフスク造兵廠のみであったが、軍の要請に応じトゥーラ造兵廠など、生産工場を拡大する。しかし、生産ライン拡大につれて、E 型以降のレシーバーの生産性の悪さが、問題となった。レシーバーの切削加工は、ログラムの、 鉄板を120工程を経て製造非常に手間がかかっていた。そのためさらなる改良が行われアカムに発展する。アクス -47 は AK-47 の重傷を金属製折りたたみ式に変更し形態性を高めた。名称にある S とはスクロートの位の略で折りたたみのの位。この重症はレシーバー交端の支点を中心に 下方へ回転させて折りたたむ方式で、ナチスドイツの MP38-40 のものと似ているが、バットプレート形状が断層に当たらないよう考慮されている。重傷を折りたたんでも射撃可能だが、その状態では重側面のセレクターレバーを操作しづらいなどの欠点があった。アクス47は空挺部隊やスキー部隊などの特殊部隊に支給。 車両部隊やヘリコプターの装備下機としても利用された。さらに、国境警備の KGB 部隊にも支給。アカム、AKM、アフトマートカラーシュニコバモデルニチーロバラテンモ自転車、近代化、カラシニコフ自動小銃の位は、AK-47 の改良型である。AK-47 開発時には、技術不足からプレス加工の採用が取りやめられたが、 1954年には十分に技術が成熟したとして、プレス加工のレシーバーを用いる新型アサルトライフルの開発が始まった。この際にも複数の設計局から様々な設計案が提出されたが、最終的にソ連軍が選んだのはカラシニコフの設計案だった。1957年に試作型がソ連軍に提出され、トライアルの結果、 1959年に正式化された。基本構造は AK-47 と同様だが、以下の点が変更されている。上記の変更点はあくまでソ連製のものであり、海外でライセンス生産されたアカムについては必ずしも踏襲しているわけではない。現在、ロシア連邦軍では AK-74 など小口径の5.45、 X39mm 弾を使用する小銃が一千九部隊の主流であるが、地方配置されている二千九部隊では、RPKK 機関銃と共に使用されている。一部の部隊では大口径の威力を求め、あえてアカムを使用する例もある。また、ベトナム軍も AK47 からアカムにカスタマイズするという作業が行われている。悪ムは、 暗視装置を装着するためのマウントプレートがレシーバー左側面に付属したアカムの夜間戦闘型。アクマルはアクムに消音効果を高めるため専用のサプレッサーを装着した型。アクムズはアカムの重傷を折りたたみ式にしたものである。1960年より生産が開始された。重症の折りたたみ方は アクスマイナス47と同じであるが、アカムと同様に、フルオート射撃時の制御を容易にするため、展開時の角度がより水平に近くなっている。アクスマイナス47同様、空挺部隊や戦車兵などが用いる。東ドイツでは、折りたたみ時にもセレクターの操作を邪魔しないように、形状を工夫した右側面を折りたたみ式重傷を設計し、 アクムズに相当するモデルである n、P、k m s 7 2で初めて実装させた。後にルーマニアとポーランドが同一形状重症装備の派生系を生産したほか、エジプトやハンガリーでも多少形状の違う右側面を折りたたみ、式重症装備の派生型を生産している。アクムズンは暗視装置を装着するためのマウントプレートがレシーバー左側面に付属した。 アクムズの夜間戦闘型。アクムズルはアクムズンに消音効果を高めるため専用のサプレッサーを装着した型。アクマスーはパキスタンのカイワル峠で製造されたカービン銃である。重心を 270mm にまで短縮化。それに合わせ、フォアエンドギリギリまでガスピストンとシリンダーを短縮化させたことに伴い、以下の改良が施された。 悪魔アクマ数自体は、ソビエト連邦で生産されておらず、非正規の派生型であるため、存在もあまり知られていないが、その設計は後術のモデルに共通部分が多い。また、ユーゴスラビアセルビア製のザスタバ M92 や、ブルガリア製のアーセナル ARSF 及び、アーセナル ARM4SF のように、7.62X39mm 弾を使用しつつも、 ホアエンドの形状以外は、悪魔数に類似した派生型も生産されている。AK-47 だけでなく、アカムや RPK、AK-74 を元に開発されたものも含む。ただし、SVD や PKM のコピーは含めない。RPK について詳しくは、各国で生産された RPK を参照のこと。AK には重心の元に、 敵弾発射機、グレネードランチャーを取り付けることができる。これは、アメリカがベトナム戦争中に開発した M16 用の M203 のコンセプトを参考に開発された。一例のみ紹介。紛争地帯などにおいては56式自道不やりと混合されているものや密造品も含まれている。AK-47 を研究用として、 正規輸入品として防衛省内で運用されている。正規輸入価格は89式よりも高額だったと言われている。AK-47 は信頼性が高く扱いが多少乱暴でも確実に動作する。これはミハイル・カラシニコフが設計の段階で変化に富んだソ連の気候を想定し部品同士のクリアランスを大きめにとり多少の泥や砂、高温、 または寒冷地における金属の変形、生産時の技術不足による部品精度低下が起きても問題なく動作するよう考慮したためである。ゆえに極寒地や砂漠地帯の兵士からも信頼が寄せられている。特に機関部は内側に泥や砂などが入っても軽く水洗いすれば射撃できるほどである。以下に特徴を挙げる。 内部の部品は極力ユニット化されており、野外で分解する際に部品を紛失したり、簡単に故障したりしないように工夫してある。このような銃の頑丈さや、簡素化は同時に、兵士の負担も減らす。銃を扱うのが、初めての人間でも数時間から数日間の講習を受ければ、100メートル先の標的に命中させられるようになるという。ただし、 部品同士のクリアランスが大きいということは、悪く言えば、組み合わせがタイトでないということの裏返しでもあり、同じく世界三大突撃銃に挙げられる G3 や M16 系列と比較すると、弾丸の拡散率、MOH は高いと言わざるを得ない。マズルジャンプとは、弾丸が銃口から飛び出した瞬間に銃口が跳ね上がる、現象で射撃時の反動から生じる。この現象は、 通常の銃であれば、程度の差はあれ、必ず生じるが、初期の AK-47 は、極重傷であったため、反動を直に受け止めにくく、マズルジャンプが起こりやすかった。フルオートマチック時には、連続的に反動が生じるため、銃口が連射と共に徐々に跳ね上がり、狙いを定めることができなくなる。同様の例は、アメリカ軍に採用された M14 でも起き、M14 は、 あとの M14AA1 で AK-47 ではアカムでいずれも自家重症に変更されより反動を受け止めやすく制御しやすい構造に改良されている。第二次世界大戦後弾丸が AK-47 と共通する以外は独自設計の VZ58 を採用したチェコスロバキアを除くワルシャワ条約機構加盟国や中国、 北朝鮮などで採用されて、東側諸国を代表する下記となった。武力によって、独立を勝ち取った国家や、政権を奪取した革命政府にとって、AK は、戦乱を戦い抜いた頼もしい戦友であり、民族自決や自主独立の象徴でもある。このため、モザンビークやジンバブエ、東ティモールの国章に AK-47 の図柄が組み込まれているほどである。 特に、モザンビークでは、国旗にも AK-47 のデザインが取り入れられており、国会外でも、レバノンのヒズボラコロンビアのファークなどが、組織の旗に AK-47 の図柄を取り入れている。ベトナム戦争では、ソビエト連邦や中華人民共和国から、北ベトナム軍、馬や、南ベトナム解放民族戦線、NL 界、ベトコンに向けて、 大量の AK が送り込まれた。戦場は熱帯雨林や沼地など過酷な環境で AK は確実に動作した。アメリカ海軍の特殊部隊ネイビーシールズでも使い物にならなくなった M16 自動小銃を捨て、旅客品を使用する例があった。エアアメリカでも入手経路は不明であるが自衛用に AK を使用する例があった。中東では アメリカが1980年代にムジャーヒディーンに対し武器援助をした際、不正規品の購入に資金を与え、AK-47 がこの地域に大量に出回る結果となった。現在でもイラク戦争における北部クルド人勢力にはロシア製装備が供与されているほか、治安部隊の装備の大部分は安価な中国製少火器であり、イランなどが イラク各地のシーア派武装勢力に急している兵器の多くも中国製である。アフリカ諸国においては、1960年代の独立闘争の際、ソ連や中国の兵器供与を得たが、特にソマリアではバーレ政権崩壊で軍隊から大量の武器が武装勢力など民間に流れ、また、リベリアやシエラレオネなど、西アフリカでは、冷戦終結後の1990年代、 リビアの戦略によりユーゴスラビアやルーマニアといった東欧諸国などから流入した兵器が親リビア勢力に供与された。これらの意気があふれた状況は内戦の終結を難しくしている一因となっている。現在、アフガニスタンやイラクで活動している特殊部隊や民間軍事会社 PMSCS の社員には M16K ではなく 7.62mm 口径の AK を使うものも多い。これは、信頼性のみならず、7.62mm 口径の、高威力や弾薬と部品補給が容易だからでもある。特に、PMSCS は軍に比べ部品供給が遅いため、故障、破損しても即座に修理、代替できる AK の人気配。ソビエト連邦は、冷戦期、東側有行国に対して、大量の AK を供与した。 また、一部の国々に対しては、ライセンス生産も認めた。このため、7.62mm 口径の a 1系は、莫大な数が生産されており、世界で最も大量に生産された小銃と言われている。金属材料の質や、熱処理、加工精度、表面処理が多少悪くても、実戦で使用できる品質のものが、製造できてしまうため、発展途上国においては、 海賊版が多数で回っている。アムネスティ・インターナショナルなどの団体によるコントロールアームズキャンペーンは生産設備が拡散しているために世界中で不正な武器承認や武装民兵、犯罪者が衛兵マイナス47を容易に大量破壊兵器として紛争や貧困を助長していると指摘している。コントロールアームズが2006年に発表した報告書 AK-47、世界最強の殺人マシーンによれば、世界中で、約5から700万兆ほどの AK-47 が流通しているという。同報告書は、これらの AK が、多数の武装勢力による、紛争、テロリストなどに使用され、発展途上国で多大な被害をもたらしているとしている。また、開発者、ミハイル・カラシニコフ自身も、 このような使用は、本意ではなく、コントロールアームズキャンペーンに寄せた、声明の中で、武器の売買に関する、国際的な規制が欠如しているめ、小型武器は、容易に世界に拡散し、国防のためだけでなく、侵略者やテロリストなど、あらゆる犯罪者に使用されている。私は、テレビで、犯罪者がカラシニコフを手にしているのを見るとき、どうやって、彼らはこの武器を手にしたのだろうかと、 自らに問い続けていると述べている。カラシニコフは AK-47 をあくまでも国防のために設計したのであり、犯罪や紛争に使われている現状をしばしば憂いていた。2004年85歳の誕生日を前にカラシニコフは中華人民共和国などがライセンス切れにもかかわらず AK 製造を続けている。それが 紛争地に出回り、AK の評価を落としているのは悲しいことだと、朝日新聞社の取材に述べている。テロリストや傭兵、非戦闘員が使用しているのは、ほとんどが AK-47 の非正規、コピー品である。中華人民共和国の中国北方工業工師は、ライセンス切れのため、改造箇所を根拠に、 自社製品として AK 系を製造し続け、中には民間向けのスポーツ射撃用のものまである。2006年の時点で AK の製造ライセンスを持つのはカラシニコフが席を置く、後日のイズマッシュ社のみだが、過去に AK のライセンス生産を行っていた国々の大半は製造を継続しており、輸出もしている。さらに AK は構造が単純で、 部品の誤差を許容する設計から密造品も多く、これら不正規品を含めた AK の総数は1億兆を超えるのではないかと推測されているが、正確な生産規模は把握されていない。日本においても、オウム心理教が発展型である AK-74 をもとに、重密造を企てた自動小重密造事件ことが発覚したが、外観とは別に、 重心な a を正確に切削できず、発射に危険が伴う水準のもので、警察の追求もあって、量産には至らなかった。イズマッシュ社のウラジミル・グロデツキーは、2006年の製品発表会で、ロシア製のケイは、世界全体に流通しているうちの12%程度、と発言している。パキスタンの連邦直轄部族地域にあるでは、 旋板などの簡単な工作機械しか持たない、村の鍛冶屋のような工房で製造されているが、正規品と異なる材質の鋼材を用い熱処理、表面処理も踏みつるなため耐久性に難があり、連射で重心が加熱すると溶け始める水準の製品である。元傭兵の高部正樹は、ルーマニア製、アカム、AIM は、断層着脱に難があり、また、 何段層分可連射すると重心が曲がってくるなど、国評されていたと語っている。信頼性の高さが伝説級ということもあり、アメリカ合衆国でも根強い需要があり、広く流通している。アメリカの民生市場での流通は、1980年代にエジプト製アームが輸入されたのが最初とされ、その後は中国製、ユーゴスラビア製の AK が輸入された。 やがて中国製重機輸入は規制されたが、冷戦終結に伴い東欧製 AK が大量に輸入され、以後はロシア製を含む世界各国で製造された AK が流通することとなった。1995年にはアメリカ合衆国連邦政府が AK をあさると、ウェポン規制法、殺傷能力の高い重機製の次元立法の対象とし、 アメリカ国内において販売が禁止されたものの2004年に次元法が執行したため再び販売が再開された詳細はアメリカ合衆国の重規制を参照のこと2010年フロリダ州の自動車販売店ではトラック1台につき AK-47 の引き換え券をつけて販売したところ大きく売り上げを伸ばしたことにより話題となった 2014年のウクライナ騒乱、ロシアのクリミア侵攻に橋を欲する対、ロシア経済制裁では、カラシニコフ関連製品の輸入規制も含まれることとなったため、各地の重宝店で駆け込み需要が生じて、AK の在庫が不定する騒ぎとなった。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。